出欠とは出席と欠席、あるいは出勤と欠勤のことを表す。一般に学校や授業、あるいは会社、会議、会合等で出欠を取ると言うと、投稿、出勤、参加状況などの把握のことを意味する。特に学校や会社等での出欠確認は遅刻、欠席の把握が主である。こうしたデータは評価や成績、給料などに反映される。 出席とは学校などに出ることを言う。公務員や会社員、団体職員などの場合は出勤ということが多い。この時、開始時刻より遅れて出席することを遅刻、終了時刻より早く退出することを相対という。厳密に出席とは開始時刻から終了時刻まで出ていたことを指し、遅刻、相対はこれに含まない。しかし、 出席人数を計算する際には、遅刻者と相対者を含んで考えるのが普通である。欠席とは、学校や会社などを休むことを言う。ただし、親族等に不幸があり、その葬儀のために、学校や会社などを休むことは、響きと言い,い、欠席とは分けて考えるのが一般的である。また、学校等においては、 成功に不良があるもしくは学校感染症にかかったなどの理由で登校しないことを出席停止といい、欠席と分けて考える。また、部活動の大会参加や郊外で実習を行うなど、学校等で公式に認められた活動が理由で授業に出られない状態、または欠席したオタクラス他日程で受けることを高欠と呼ぶことがあり、一般に出席扱いとされる。 公欠は会社等における出張と同様の概念と考えて差し支えない。小学校、中学校、高等学校などホームルームのある学校では一般に朝の学級活動の時間に教室で学級担任が出席簿に記録することで児童、生徒の出欠確認を行う。大学、短期大学などのホームルームを持たない学校では各授業において 呼び名や出席カード等の提出物などにより学生の出欠確認を行う。各授業での出欠確認は中学校や高等学校などの教科担任制を導入している学校でも行われている。長期欠席については不登校参照。会社等での出欠確認はタイムカードの打刻や出勤簿への応印、あるいは呼び名などにより行われている。 結婚式の招待状の返信はがきを送る際には、出血のどちらかに丸をつける以外に、こうなど自身に対する継承を筆記具で二重線で消すことが常識的という意見がある。祝い事なため、字の字を上から書くことで消すという手法もあるが、文字が重なって汚く見えてしまうという指摘もある。ありがとうございます。